つのよ隠しきれないそのハーハーよそ見しとちゃダメダメ狙い定めて捕まえるのよ危険と知ってても力が欲しいの禁断の実あなたも食べちゃうのここが医者と薬師のいるエバーピースか。じゃあ早速会いに行こうか。二班に分かれて。いや、この通話ペンダントで直接アレックスと話してもらった方がいいだろうから、一人ずつ会いに行ってもらっていいかな。承知した。ちょっと待って、通話ペンダント？そのペンダントって。ああ、あれ嘘。じゃあ、検討を祈る。ちょ、嘘！何よそれ！スーパーウルトラミラクル！ほら、行くぞ。引っ張るな！しかし、よくそんな薬師さんを知っていましたね。僕だって領主です。常日頃から領地の主要人物くらいは把握してますよ。本当は皆さんのお役に立ちたくて別れた後領地内で力を借りれそうな人物を片っ端から探しまくったのです。おい、余計なこと言うなよ。おー、ボンボンズ。いや、そんなことは。この子変なとこで区切るのよね。で、あの人だかりは何かしら。喧嘩してるみたいだぞ。やったな、この。やれ、負け。ああ、俺らには。譲れないものが。何よ、俺たちだって守らなきゃいけないんだ。ずいぶん白熱してますけど止めなくていいんでしょうか。どうやら周囲の人らも二分してその代表のようだ。そうね、止めないと集団乱闘になっちゃう。あなたたち、やめ、ここまでだ。先生、長老。あれは、あの人は。まったく、あれほど暴力沙汰はいかんと言うたじゃろうが。争いは同じレベルの者同士でしか発生せん。奴らに合わせ落ちることもあるまい。今のは聞き捨てならんな。まるで我らの方が低レベルと聞く。はあ、老いぼれのくせに耳だけはまだマシのようだな。その通りだ。貴様の方が老いぼれじゃろうが。わしより3日。3日じゃないわい。2日と4時間12分だ。勝手に繰り上げるな。何か少しでも自分を若く見せたいのか、笑わせるな。なんだとかの。いかん、先生をお止めしろ。はん、じじ。長老。おい、こら話さんか、あのクソじじ。先生も、ここは。ふん、バカめ、いい加減年考えろ。
収まりましたね。しかしあのご老人たち、収めに来たのか煽りに来たのか。ねえボボン、あのおじいちゃん知り合い？ボンズだボンズ。まあ、あのヒゲのお方が薬師ヤックローだ。あの方が。ねえ区長、あのおじいちゃん。区長じゃなくて族長ね。私の方のお医者さんの南雲さん。え、じゃああの二人が。でもなんかいがみ合ってたわね。これじゃアレックスの治療をしてもらうのも。いや、二人いっぺんに見てもらう必要はないぞ。どちらか一人で治ればそれでいいんだ。そうだったわ。でどっちから行くの？じゃあとりあえず先生って呼ばれてる方から。そうだね。じゃあ医者の南雲先生から行ってみようか。私が案内するわ。おお、ララちゃんじゃないか。久しぶりだの。やっほー南雲っち、何年ぶりだっけ？50年くらい？受けたね。ララちゃんは今も変わりなくべっぴんさんじゃの。モンムスの寿命は羨ましい限り。あれ、なんか気難しい引きこもりタイプって言ってなかった？ずいぶんフレンドリーな感じですけど。ララちゃん、それはわしがまだ10代の頃の話ですぞ。懐かしいわい。まあそうだっけ、ごめんごめん。引きこもりだったわしを立ち直らせてくれたのがこのララちゃんだったのじゃ。そうそう、思い出した。泣き叫ぶ君を無理やり引っぺがして矯正したんだったわ。な、泣き叫んだの？無理やりですか。いかにも族長って感じ。まあそこはむしろ良かったと言うべきところだしな。それにしてもさっきなんか揉めてたけど、この町を二分するような勢いでさ。おお、これは大変お見苦しい真似を。実はこの町はここ数年、おっしゃる通り町の男性を二分して争いがありましてな。男性のみ？ええ、パイ派とシリ派で争っておりまして。は？パイ派とシリ派で。パイ派？ええ、パイ派ですじゃ、パイ派。くだらん。くだらんとはなんだ、くだらんとは。お主も男だろ、おっぱい好きだよな。なあ。僕？それは否定はしないが。ボンズ様、女性の前でそれはセクハラです。それ見ろ、おっぱいはな、男の夢、希望、生きる活力なのだ。おっぱいすごい。いや、真に受けちゃダメよこれ。なのにシリ派のやつらはシリこそ至高などと抜かしよる。大王昔、人間の祖先がまだ四足歩行だった頃、女性のお尻は目線にあって男性を引きつけてたんだけど、直立歩行になって目線が変わったから、その代わりとして胸が膨らむ進化を知ったという説があるのね。そんな話が。でもそれだと今四足歩行の動物だって胸あるしね。怪しいもんよ。その通りだ。なんじゃこの、ネックレス。これは遠くに離れた人と会話できる特別なもので。おお、すごい。で、このネックレスの向こうの姉ちゃんはよくわかっとるの？私たちパイ派とかはどうでも。
どうでもよくない。あの引きこもりがまさかこんなセクハラまがいの団体の長になってたとは。族長のせいではないですよ。ねえ、とにかくあいつらシリハをこのままのさばらせておくわけにはいかんのじゃ。ええかお前ら。いやいやいや、ご老人、その話ではなくて、我々はある男性の治療をお願いに参ったのです。治療じゃと？お主か？ いや、僕じゃなくて。ああ、すいません、俺なんですけど。ネックレス？向こうに兄ちゃんがおるのか？はい、その、わざわざわしを訪ねてきたっちゅうことは、そっち系っちゅうわけじゃな。はあ。で、なんでお前さんがこっちに来ん？それが、いろいろ事情があってね、動けないのよ。だから悪いんだけど、ちょっとだけ来てくれない？町の外にある、お城にいるからさ。外にお城？なんじゃそれは。でも、ララちゃんの頼みなら、聞かんわけにはいくまいな。ほんと？サンキュー。じゃあ、ご案内します。ふむふむ。どうですかね。この四角いブロックが邪魔で分かりづらいが、これは見た感じ肉体的には何の変調もないな。え？どこも悪くはないっちゅうことじゃの。そんなバカな。トイレには行けるんじゃろ？あ、いえ、そもそもトイレに行けない体なんですよね。はあ？実はいろいろありまして、食事と排泄が不要な体になってます。そっちの方が問題じゃないのかの？それはそうなんですが、まあその治療のためにもまた元気が出るようにしていただきたく。はい。まあお前さんがそう言うなら、患者の事情に無理やり入るのはわしの流儀にも反するしの。さて、この四角いブロックがおかしい可能性も否定せんが、そもそもムラムラ来んのじゃろ？全く来てないよ。なぜお前が答えるんじゃ。アレックスのリビドーの流れはわかるんだじ。よくわからんが、ムラムラせんちゅうことは精神的な何か。精神的な何か心当たりはないのか？いや、全く。時期はいつからじゃ？だいたいあのバリアの砦を越えてからだ。その直前に何か変わったことは？いつも通りだったか。大砲とは大きく出た。そう言われるとあれですけど。じゃあ、それはむしろ関係ないな。その後、体に強いショックや何かはなかったのかの？そういえば一回攻撃を食らったな。攻撃？ええ、なんか放水銃っていうか、食らいました。すごい勢いで放たれて、この玉座の間はびしょびしょに。ほう、オットンは浴びてないのかの？ないよ、俺のとこまでは届かなかったんだよ。その液体怪しいの。まだ床や壁に成分が残ってるじゃろうか。匂いも何もないし、普通に水だと思ってた。そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。調べてみんと断定はできんの。しかしわしにはこの分析は無理かもしれん。すまぬ。薬品だとして、その分析ならヤックさんならできますかね？ヤックじゃと？ああ、そうか、薬に。確かにヤックならわかるかもしれんが。しまった、すまん、軽率だった。しかし
わしよりは先生。勘違いするなよ。わしは認めとらんぞ、あんなアホは。ただ医師として目の前の患者、しかもララちゃんの紹介のお主を放っておくわけにはいかん。やつにこの壁床の成分を分析させ、その液体の正体を突き止めさせろ。それができれば治療はできるかもしれん。先生、ありがとうございます。ふん、礼ならまだ早いわ。それにこれはわしを引きこもりから立ち直らせてくれたララちゃんへの恩返しでもあるからな。じゃあ早速ヤックさんのところへは僕が案内しよう。わしは一旦家に帰っておる。分析ができたらまた知らせい。はい、ありがとうございます。おお、これは坊ちゃま、なんだかすっかり大人になられましたな。それになんだかお痩せになりましたかな。おいおい、坊ちゃまはよしてくれ。これでも父の後を継いで領主になったんだ。今お茶をお出ししますので、ゆっくりしていってくだされ。ああ、いや、実は。なるほど、そのお方に効く薬ですか。デュアルアングラーというらしいです。違います、ボンズ様、デュアルアグラーです。確か昔の文明に精力剤として存在していたらしいということは聞いておるがの。やはり昔の古代文明ですか。ボンズ様、昔と古代で被ってます。いちいちいいよ、そんなツッコミ。その薬が欲しいのですが、どうにかなりませんか。ならんですわい。そんなバカな、きっぱりと言わないでも。下手に期待を持たせるよりいいと思いましての。存在は知っておりますが、何で構成されているかもわからぬのでは。その逆。逆？はい、逆にアンチデュアルアグラーといいますか、男性の元気を消す薬の現物があればどうでしょう。ああ、確かにそんな恐ろしい薬の成分がわかればいけるかもしれませんが、そんなものがありますかいの。ええ、この患者どうやらその薬を浴びたらしくて、液体ではありませんが、まだ壁や床に残っていないかと。おお、完全に気化していなければその可能性はありますな。しかしボンズ様、よくそこまでお考えなされました。以前お会いした時はこう丸っこく、まるでメタボ予備軍のような体型でしたのに。体型関係なくない。いや、その辺は南雲先生の見立て。バカですか、ボンズ様、あれほど。南雲、あのおっぱいフェチか。いい年こいた赤子のようにおっぱいおっぱい抜かし。あっちゃ、言わんこと。いかん、いかんぞ。あんな奴に任せられるか。あんなヤブ医者に頼るようじゃおしまいじゃ。そんなに。やっぱり急に荒ぶり出しましたね。だが見立て自体は悪くないな。やつにしては珍しい。見てはいただけませんか。わしも薬剤師の端くれですわい。患者を見捨てたりはしませんわ。それに。すみません。どうも。なんじゃいこのけったいな箱は。この装置が原因ではないのかの。それはないよ。なんじゃお主は。おったんだよ。それよりも
この箱はアレックスと城をつなぐ重要な制御装置なんだお。この装置からもアレックスのリビドーは今検出されてないんだお。すなわちアレックスがムラムラしてないんだお。大きい声で言うことか、このクソ野郎。お主、もしやパイ派では。え、あんなの所詮代用品に過ぎん。あんなのにうつつを抜かしておるから、ふと気がついた時ムラムラできんのじゃ。あ、はあ、尻はええぞ、すべすべじゃぞ、まっさらで、しかも太ももにつながる美しいライン。そうじゃ、お前も尻派になるといい。さすれば治るやも。原因から考えて、そうしても無駄なんだよ。外的要因に違いないんだお。なんじゃお主、釣れないの。そもそもこの箱の故障ということはないんかの。それもないよ。それなら俺がわかるんだじ。お主はこの城の整備士か何かか。まあそういうもんだお。とにかく箱も城も異常はないんだじ。アレックスが尻派になっても問題は解決しない。残念じゃわい。ではこの広間の壁や床に巻かれた薬品の成分を。おいお主、薬品がかかったのはどの辺じゃ。この辺は確実に濡れましたね。おう、じゃあちょっとこのカーペットの一部を切り取るぞい。ああ構いません。おね、あとは壁のブロックをこう。おー、ガリガリ、あんま、でけた。じゃあ早速持ち帰って調べてみるぞな。もしよろしくお願いします。アレックス、終わりましたか。ああ、一応問診もしてもらったし、壁と床のカーペットを一部持ってったよ。そうですか。これでハグラーができるといいんですが。しばらく時間はかかるだろうから、今日はもう休んでおこう。そうですね。